YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。令和2年1月8日、本日は今から練馬倫理法人会の方にの口が回らないっていうの、始発で行くはずなんですけど、もう今始発行っちゃった。まあゆっくり行きましょう。5時始発です。いつか僕もね、こんないい車乗れる時が、来るように頑張ります。夢は諦めず、私の夢は茨城県に、東京ジブリランドを、誘致計画することです。これはもう何年も前からずっと言い続けています。クラブアゲハやった頃からです。実はこれ本当にマジバナで考えてたんですよね。日本を救いたくて、税金を下げるとかね、税金を上げるとかそんなんじゃなくて、もう国が親なんだからね、国が稼いで子供たちの我々国民を豊かにしてくれればいいんですよ。資源がないっていうなら資源作りゃいいんですよ。いくらでもランド、人を喜ばせてそれをお金に変える、笑顔をたくさん作ってそれをお金に変える、それ素晴らしくないですか。なんでそんな素晴らしいコンテンツがあるのにやらないんですか。やる気がないからでしょ。やらずにできるわけがない。私はそう思います。なせばなる、なさねばならぬ何事も、なさぬは人の、ならぬは人の、なさぬなりけりと昔から言います。私の大好きな尊敬する上杉鷹山先生の、お言葉でございます。昔からある言葉に私は嘘はないと思います。今日も一日、最高の一日が始まりました。やはりこれ今日も地味だろうね。うちのおふくろいつも地味だって言ったよ、俺のこと。もう困っちゃうんだよな。地味だから目立たなくて、もう人に印象残んないからね、俺なんか。最高だね。本当に生きるって最高ですね。先月はね、ここ走ったな、遅れちゃうとか言って、で電車に乗れなくて慌てて、タクシー乗って行った。慌てることないんだよね。でもね、タクシー乗ったおかげでね、タクシーの運転手さんといろいろお話できてね、おはようございます、いろいろお話できてね、楽しかった。アクシデント、悪いことは起こんないんだよね。ほんでね、お金足りなかったらタクシーの運転手さんがね、もうありえないですよ、いいですって言ってね。俺の人柄だなこれ。毎回いい話ばっかなんだよね俺。まあまあ黙ってないからね、ずっと喋ってるからね。俺人柄がね分かっちゃうんだろうな。好かれちゃうんだよね、運転手さんとかにも。なぜかで、足んねえとか言ったら、あいいですいいですいいんですよなんて、なんて、一番ぴったりでいいですかなんて、いいですいいです、1万で作って言ったんじゃないですか運転手さん、あったらいいですいいです。そんな世の中って本当にシンプルにできてんだよね、人だから。